皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。作家のナンシー書前です。本日ご紹介してしたい作品はこちらの笹の葉と猫という作品です。こちら以前もご紹介させていただいたんですが、今回このお月様をちょっと追加しました、はい、ちょっと象徴的にど真ん中に置いてみました。で、油性釣りで、力強く笹の葉を吸っています。で、この笹の葉の、下絵の方がすごくこだわっていまして、笹の葉っぱをここに1本置いたらどう見えるかっていうのを置いたり取ったり置いたり取ったりみたいな感じで、それを繰り返して下書きを作りました。ちょっといつもよりも可愛らしい顔の猫ちゃんがいます、はい、ちょっと縦長の作品で和風の仕上がりとなっております。ぜひよろしくお願いします。詳しいことは下の概要欄の方に載っておりますので、そちらに飛んでください。こんな感じです。ナンシー書前でした。ありがとうございました。